際泊まったりした現場もね、いろんなことですもんね。だから1年間延期なんていうのはやっぱり結構ざらにあって、映画作んならちゃんと作んなきゃっていう、なんか重圧から解放されてくる感じがあるよね。それはある。ちょっと自由度は増すかなっていう、その範囲の中で狭められた部分ではの中での自由度っていうかね。だからすごく変わった時代、今年は変わった時代というか変わった年で、ね、チーファーもなんかたくさんの人が見るといいですよね、これね。これ一つのエポックになったんじゃないかなと思いますよ。中国映画に踏み込んで、こうちゃんと作品性を保ってるってなかなかみんなできなかったことなんで。そうね。まあ実は中国はね、もうこれの続編の話がもう実は進んでて、台本が出来上がったぐらいで止まっちゃったんだよ、このコロナで。この作品の続編。そうそう。あの劇中に小説が出てくるじゃん。はいはいはい。あの中身っていうのがあって。なるほど。日本の方はまだその中身を映像化するかどうかって全然決まってないんだけど、中国はね、早くて、もともと中身の小説を書いたのが、中国の撮影をする2ヶ月ぐらい前だったのかな、に、一応なんか書いといた方がいいだろうと思って。なるほど。で、年末にね、撮影前の年末に、2週間ぐらいでダーッと書いたんだよね、ひとまず。でこんな中身だって言って、まあ、中国のスタッフにとシェアリングしたんだけど、そしたらなんかめちゃくちゃプロデューサーが気に入ってしまって、まあ、ピーターというよりのピーターの周り の実際現場に入ってたプロデューサーたちが、こっちやらないかみたいな。だからいやこっちの映画も撮ろうよっていう、もう準備してんだから撮ろうよ、まあ、撮るんだけどこっちやろうよって話、もうその段階から出ちゃって、なんかキャスティング候補とかまで出てきて、すごい前のめりでね。確かに、なんだ、チーファーの手紙って、まあね、ある種こう、何かの残り画のような、こう、淡いテイストじゃない？ね、で、劇中に出てきたその小説って、もっと何、熱い青春劇なのよ。ちょっと分かりやすいっちゃ分かりやすい、そっちなんだね、青春劇になってて、まあなんつうんだろう、過去を思い出すとかじゃなくて現在進行形の話で進むから、まあで、まあ大学生ぐらいの設定だから、まあ彼らにしてもその、まあ、ある種ね、売れっ子の若い俳優のキャスティングイメージもできるし、ぜひこっちやりたいみたいなね、勢いがあったんで、意外とトントン拍子に行って、本当は、もうなんなら今頃ね、きっと向こうで撮影とか、本当はしてたのになっていうのが、やっぱりもうね、止まってしまったというか、なかなか、アメリカもね、なかなかやっぱり動いてないようだし、まあ、知り合いとかに聞くと、ちょっとね、日本の感覚と違ったね、アメリカは。日本だと、例えば、なんだろう、ね、まあ、感染者が出るとまずいとか、だからやめとこうとか、まあ、そんな、こう、まあ、文脈というかね、まあ、内心はちょっと自分がかかっても嫌だしとか、まあ人にうつしても迷惑だしとかっていう感覚だと思うのよ、なんとなく。でもアメリカだと、その例えば撮影中にクルーの誰かが家に帰っておばあちゃんにうつして、もし死んだりなんかしちゃうと訴えられるって、だから撮影はできないっていう、なんかそんな、なんかニュアンスがあるみたいで、ああ確かにね、なるほどね、
訴える文化だからっていう。だからね。訴訟天国って言ったらあれだけど、何かっていうとすぐ裁判になっちゃうんで、裁判沙汰かっていうね。それは身動き取れなくなるよね。そこを気にしたら何もできないよっていう。これはなかなか、リスタートかけるの大変だなっていうのは、うなずけたというか。でも同じなんだけどね、日本もね。何が違うのといえば違う、そんなに違わないはずで、確かに。でもなかなかね、実際止まったりした現場もね、いやいドラマや、あのり方まですよ。聞くもんね。もうだから1年間延期なんていうのはやっぱり結構ざらにあって、まあ逆に言うと、このやっぱこれからが、だからなんかね、その題材選びも含めてかなり狭められるというかね。やっぱりそこはだから思ったようにはいかないだろうし、まあ越境できないのがきついですね、海外にね。僕もやっぱりその、そうだよね。どこもかしこもだから本当そうなんですよ。やっぱ国内でも越境できないっていうね。これはもう一番それが痛手でしょうね。だからもう部屋の中で撮るしかないっていうね。しかも少人数で。そういうことになるのかなと思ってますけどね。でもどっかでなんか普段何映画作んならちゃんと作んなきゃっていうなんかこうあれのなんか重圧から解放されてくる感ってあるよね、少し。それはある。それはあるよね、なんそれはあか。ります。こんな時期だし、ね、逆になんかこう自由発想になれるっていうか。そうなんですよ。だからミニマムになっていくのはやっぱり、なんだろう、作品の、まあ、その方向性とかが決まっていっちゃうとは思うんだけど、確かにちょっと自由度は増すかなっていう、その範囲の中で、狭められた部分ではの中での自由度っていうかね、それはちょっとやりようは、気持ちはちょっと楽は楽ですよね、そういう意味で平時というかね、去年までは、なんかその、どっかしら、こう、なんていうの、その映画の居場所っていうか、その作られる映画の居場所ってどこなのっていうのは、意外と制限があってね、みんなが思ってるほど実は自由じゃなくて、SF とかアクションとか、ホラーとかって、エンターテインメントの王道であるべきものが、漫画の世界に全然今でも元気にあって、で、アメリカなんかだとね、普通に実写の作品でいっぱいあるわけで、でこれは日本の場合すごく希薄でね、日本の実写作品だと、アニメだとあるかもしれないけど、実写作品だとすごい希薄で、割と作られてるのが、一昔前、例えば俺たちが角川映画なんか見てた時代とかもっと前とかって言えば、これってどっちかっていうと、文部省推薦とかで、映画館じゃなくて、なんか公民館とかでやってたタイプのヒューマンドラマとかが、実は今すごい主流化してるというか、恋愛でもないし、なんか本当ヒューマンドラマな感じのものが、なんかすごく、今日本の中では、すごい居場所を作っていて、これはちょっと自分の中ですごい意外だったね。でもそういう作品はやっぱ今居場所があるから、すごく作りやすいっていうか、なんかみんながその居場所をちゃんと確保して持ってるから、そこに合わせていくにはこう あるあるって感じになってくるんでってさ。もうちょっとなんか自由で、こんなのもあっていいよねっていうふうになったらいいのになと思ってたんだけど、意外と今逆にそれはやりやすくなってんのかなっていう。逆にね。むしろ
今普通のものを普通に、普通のものとかこう、まあ正攻法でね、去年まで正攻法だと思われたものを今作っても逆に今のこの2020年に合わなかったりしてしまいかねないというか、うん、どうやってこの映画撮れたのみたいな、さっきの話じゃないけど、そうですね、撮影できないはずだよねみたいなところが逆に気になってしまうみたいなこともあるんだろうね、きっとね。だからすごく変わった時代、今年は変わった時代というか変わった年で、だけどまあ、うん、逆になんかだからこそやれるものがきっといろいろたくさんあるんだろうなっていう、まあ、そこだけは楽しみにできる気がするけどね。まあ、あのそんな変わった年に、まあ、僕は2作で岩井さん3作それを見てる間だけでも忘れてもらえるもんなのかどうかっていうね、観客に願うばかりですけど、あまあ前に作られたというね、エクスキューズ、前に撮影されたというね、もちろんね、うん、エクスキューズなんだろうけど、これから撮るものとか本当に難しいね、大変難しい。いやーなかなかね、またそれ、うん、いやーもうマスクはね、俺あのマスク好きなんで、あの劇中でよく使ってね、ラブレターの頃から使うの好きなんだけどさなぜかさ、あのラストレターとかにあのチーファの手紙もね、あの、アベノマスクが出てくるんだけど、あの、いや、フェイスシールドで、そうね、ドラマ撮るんだったら、ちょっと難しいかな、自分の中では、生理的に。フェイスシールドって撮るなんだろうな、あれは、また自分の目が見慣れないのか、今のところまだちょっとすさまじい無理感があるね、ちょっと滑稽なんですよね、本当にシールドね、シールド、分かんないけどね、来年再来年になってくると自然と当たり前になるのかね当たり前になるのかね、これが、ねえ、意外と慣れって怖いですからね。慣れって怖いよね。こうやって話し合ったことがね、後で、ね、あの、なってんじゃん。で、その後に見ると、あ、こんなこと言ってるよっていう、慣れちゃったよねってなるのかなってね。ルースルードも結構進化しましたよみたいなね。あ、まあ、スマホもね、最初、なんていうの、出た時に、その、写真をね、撮影するときにこうじゃない、うんうんうん、ね、相当不思議に思えたけど、こうじゃなくてこうやって写真を撮影するっていうのが、で、ここで見てるからね、こうやって見るわけだけど、今普通だもんね、普通ですね、なんか、うん、ね、こうやって撮ってこうシュッシュッシュみたいな、こうやってシュッシュッシュッってな、こ何やってるか分かるもんね、うん、こう人の振る舞いみたいなものがやっぱり変えるほどの本当ね、昔ではこうだったからね、こことここでね、こういうものだったろっていう、ガチャンガチャンっていうチチチってこう回してさ、それがプッシュホンに変わってね、今もうこんな四角になっちゃって、ね、本当ですね、まあ本当に人の行動を変えていくよね。いやー、このコロナは変えるでしょうね、うん、間違いなく。まあ本当に台本も変えるぐらいですから、本当になんかね、こういう中でこうやってやっちゃってるから、そのここでメールもできるしね、電話もできるし、地図もここの中にいるし、相当いろんなものがこの中にいるじゃない、だからまあ言えばこうやってるだけでは何やってるか分かんないわけだよね。まあ、誰かと話し合ってるのかなとかまだ思いつくけど、なんつうの、そのでこうやって周りキョロキョロしてると、あ、地図見てんのかなとかっていう、こうね、その振り付けになっていくじゃない、その演出的にはさ。でも説明つかない、説明つかないっていう、
そうすると、もうこの中を見せ続けないと、なんか成立しなくなってきたりとかね。まあでもやっぱ実写でね、なんかこう、役者さんにお芝居をこう、振り付けをつける職業としては、できるだけスマホの中を見せ ずに、そう、見せずにね。ねえ、見せずに行きたいよね。ちゃんとこうお芝居で見せたいわけだよ、そこをね。こことのちょっと負けた感があって、できるだけ入れたくないんだよなっていうさ。それにしてはあまりにもいろんなものがここに入ってきちゃってるから、なかなかなかね、難ね、しいですそよれね。どうなっていくんだかっていう。じゃあまあちょっとね、そんなわけで、いやいや、まあね、これから、まあいろんな話をいっぱいしましたけど、まあこれから、雪貞作品がどうなっていくのか、すごい楽しみだし、まあぜひ、こっちの作品も楽しみにしててもらおうって楽感しじみですでかす。ね。まあ、岩井さんの、ね、なかなか4年に1回ぐらいしか発表されなかったのが3作もあったのに こういう状況ですけど、まあもう毎年見たいぐらいですからね。なんかもう本当にそういう意味では、今日話してて非常に岩井さん、もう本当に大先輩ですけど、作り続けていってほしいなと思いました。まあ、僕も作り続けようとは思います。もっとこう、僕はちょっと作品多いんでね、意外と まあこれからも、まあ、作りたいものもあるし、まあまた新しい形も見えてくるから、ちょっと情報交換させてもらいつつ なんか面白いことがまたできると嬉しいなと思います。でもなんかああいうね、リモート使ったり、こうなんか YouTube のこうスピード感で、なんか雪貞 VS なんか俳優たちのコラボレーションみたいなのを、なんかすごいペースでどんどん繰り広げられるのを見てみたい感じがあるね、なんかね。本当さっき言ったけど、コロナのせいにするんじゃなくて、コロナの状況下でだからこそやれるものっていうのは、ちょっといつもとは違うモードじゃないですか。で、そこで勝負できるものって多分あるんだろうなと、この時期に。まあそれですね、これからはね。それと、まあそのためには、まあちょっと今まで作った映画っていうかね、映画も皆さんに見ていただいて、ちょっと期待値を煽っていただくと次につながっていくんでね。あんまりね、僕はもうこの状況だから、なんかこう静観してれば、まあいつか形ができるというよりは、もう自分でやって失敗も成功もなんかあんまないような気がするんですよね。何、今の状況だから、正解も不正解もないというか、だからもう正解も不正解もないところでの映画作りっていうのが、ここ1、2年は強いられると思うんですけど、その正解も不正解もないからこそやれるっていうものをちょっとやっていきたいなと思いますね。いや、全く、なんか、俺も本当なんかそんな思いだね。なんかね、まさに代弁してもらった感じだけど、なんかそういう風が吹いてる2020年の気がするよね、本当そうですね。に。まあちょっとね、頑張ってやってみましょう。頑張りましょう。はい。ありがとうございました。じゃあそんな感じで。はい、ありがとうございました。今日どうもありがとう。こちらこそありがとうございました。はい。お疲れ様ありがとうございました。です。